神奈川中央交通横浜営業所。神奈川中央交通横浜営業所は、神奈川県横浜市坂井区上里町710の2に位置する神奈川中央交通の営業所である。営業所略号は、よで、横浜市南部の路線を、主に管轄する。かつては、高南区の笹下に営業所本所、戸塚区、現。 堺区の本郷に総車書を置く形だったが、2001年に営業所本書の機能を本郷に移転させ、笹下は閉鎖されている。上記の内ち主力の系統は、上32で、後日の港61、港64の江南台駅側の区間便にあたる。江南台入口江南台駅は、最大経路で運行するため、江南台中央は経由しない。上は、 神奈中で唯一用光台駅に乗り入れる路線で、休日に一往復のみ運行される。上、長屋駅を経由する港95は、大,大路が平日朝一本のみ運行。かつては夕方に袋が存在した。なお、上32は、江南台駅周辺の一部を除いた全区間。上68は、全区間で横浜市営バスと並走するが、 共通定期券の取り扱いは行われていない。上32系統だけの本数は1時間に1から2本であり、上32と港61、港64を合わせて、港南大駅会場大岡駅間は、日中は、毎時2から3本の運行。港61、港64は、2001年12月16日の捧げ車庫廃止時に、 全身である横61.64をそれぞれ延伸する形で誕生。その際、64は佐々市も神奈駐車庫場を大岡駅が短縮される形で存続している。港61は横浜営業所本号車庫の車両が横浜駅に乗り入れる唯一の路線でおおむね1時間に1本程度の運行。清水橋桜木町駅で船20。 吉野町駅横浜駅で横43、横44と並走する。港64.64 64は港南大駅周辺の一部を除く以外の全区間で横浜市営バスと並走するが共通定期券の取扱いは行われていない。なお、捧げ車庫発着時代の64系統と市営バス64系統は共通定期券の取扱いを追っていた。 港64の投資便は、1日後から9本のみの運行で、港64系統、64系統の上、大岡駅磯越駅間は、毎時2本程度の運行。ただし、運行間隔は、不均等である。小月、上里小学校を経由せず、北、桂台を経由する。港33は、平日は、 朝の数往復と深夜バス2便のみの運行であるが、土曜、休日は終日運行される。土休日ダイヤは、終日30分に1本程度の運行。逆に港39は、本号車庫方向は、平日13時台まで毎時1本程度、港南大駅方向は、平日朝8時台まで9本、土曜朝8時台まで3本のみの運行である。休日は運休。 一方、港三3 8 4は、平日はほぼ終日運行されるものの、土曜は朝9時頃までの運行となり、休日の運行はない。港七7 8 8は、タイになっており、午前中は、港十7で運行され、午後は一部を除き、逆回りの港88として運行される。 2012年10月15日より、港1 7 8 8の一部が、小月経由の港81.82に置き換えられ、北、カツラ台を経由しなくなった。そのため、港1 3 3 3の一部を、北カツラ台へ延伸、港1 4 9 0して、利便性を確保している。この改正で、港1 4と袋の港90が誕生。小月。 上里小学校を経由し、北、桂台を経由しない。2012年10月15日より、それまでの港33.8788の一部、おおむね1時間に1本程度を置き換える形で、運行が開始された。港81.82は、タイになっており、港81は朝、日中に、逆回りの港82は、夕方、夜に運行される。 また、港31は、平日の朝に数本運行されている。港55は、証拠循環。それまでの港35を統合し、証拠住宅を循環して、高南大駅へ戻る路線として2009年2月23日に運行開始した。ただし、数便は、証拠発着のまま港35として残され、往路のみ証拠住宅を一周する。 港85は平日、土曜の朝ラッシュ時のみの運行で、平日袋の初発便のみ、8軒野戸を経由する。平日日中の全便と土曜、休日日中の半数程度が、港40となり、神里ネオポリスから先、公共温水プールの栄えプールまで運行する。港五点三号の運行が終了した後、大炉は、証拠経由の港十七となり、 平日、土曜には深夜バスも運行されている。また、港十6は平日、土曜の朝ラッシュ時のみ運行される。廃止された港94の区間便。大,大路は、緑が丘経由で、緑が丘東まで運行し、袋は、緑が丘始発で、緑が丘東を経由する。運行本数は1時間に1本程度で、全便が中野町経由となる。 船20は、横浜営業所の中で最長でもある路線。船19は、途中までた系統と同一経路であるも、清水橋より、江南大駅へ向かう。大路は、休日1本、袋は平日、土曜1本、休日2本。船20は、以前運行されていた船02の、桜木町発着版系統として、休日に1往復のみ運行されていたが、 路線再編により船例2を振り返る形で毎日運行となった。日中時間帯は平日は毎時3本と休日は毎時4本の運行であるが、桜木町駅方向は19時台、大船駅方向は20時台が終車となり、これ以降の上、大岡駅桜木町駅間を走行する、カン中バスは前日の港6のみとなる。船例5は船20の区間便で、 全区間で江ノ島電鉄が並走しているが、共通定期券の取り扱いは行っておらず、時刻表の掲示も両者で別々となっている。ただし、系統番号は江ノ電と共有している。カンナ中の船0号は平日は終日運行。日中は毎時3本で船20と交互に運行だが、土休日は早朝、夜間のみの運行で、 これ以外の時間帯は江ノ電のみが運行。上、大岡駅大船駅間は、神奈ナ中線で5、船20と、江ノ電、大船駅横浜駅便や鎌倉駅帯上、大岡駅便も含むを合わせると本数が多く、多くの時間帯で、毎時8本以上が運行されているが、神奈ナ中の方が、運行本数が若干多く、江ノ電も最低でも、 毎時2から3本は運行されるものの30分以上、間隔が開く、時間帯もある。2008年11月3日の改正で、平日のみ、上06の往路を延伸する形で深夜バスの運行を開始。上06は出入港を兼ねた、区間便で、袋は早朝のみ、往路は深夜バス、土曜のみとして運行される。船は港と同様往路は、 緑が丘経由緑が丘東港で運行し、袋は緑が丘市発緑が丘東経由で運行される。船08は金沢八景駅の駅前ロータリー内ではなく、国道16号上から発車する。金沢八景駅、愛部水道館は、京浜急行バス、鎌倉営業所の鎌24系統と同じ経路をたどる。 1973年に開設された、港南大駅発着の路線に比べると本数は少ないが、深夜バスが設定されている。船13は、坂区役所経由で大船駅へ戻る、循環線。天神橋近辺は、本郷地区の中心街で、根岸線全通前は多数運行されていたが、2007年現在、休日一本運行。 坂江区役所天神橋にこの系統しか通らない道路がある。循環系統であるが客扱いは循環ではなく天神橋で打ち切る。船91は平日の深夜バスのみ運行される。途中まで環状4号線を通行するが独自区間に入ると湘南ハイツまで境外区間が続く。船24は一方循環線で。 船14を延伸する形で開設された。なお、大船駅とドリームランドを結ぶ路線も、同じ船24を名乗るが、ドリームランド線の方が先に開設されている。従来は平日のみの運行であったが、現在は、土休日も運行されている。船24系統の一部便は循環せず、高電配置前が終点になる便及び湘南配置が始発の便がある。土曜。 休日は日中のみ運転。1998年1月の環状3号線回通時に、港38、上39を本郷大駅まで延伸して誕生した路線で、系統番号を共同運行相手の横浜市営バスに合わせて変更した。2006年3月27日に、同局から全備に移管され、現在は、環奈中単独で運行。金24は、 金沢八景駅と神里ネオポリスを結ぶ。金二十五はその姉妹路線で、衝突を経由せずに神里ネオポリスへ向かう。金二十四、金二十五を合わせて一時間に一から二本の運行。なお、金二十五は二千十七年三月二十六日のダイヤ改正で土曜日曜運休となった。金二十八は一日一から二本のみ運行で、金沢八景駅発は土曜運休。 マ岡への移管は、だいぶすると2回に分けられる。1回目は、1999年に、横浜市営地下鉄が、湘南台まで、延伸開業したことに伴い、戸塚管内を中心に、路線改変が行われ、この影響で、それまで、マ岡担当の戸塚駅泉区、西約方面路線が戸塚に移管されることで、マ岡に余裕ができたことから、 東都塚発着系統を遺憾させたものである。二回目は2001年の捧げ車庫閉鎖に伴い、横浜市北部方面路線を本郷車庫が担当するのは距離が遠すぎることから、前岡に遺憾させたものである。閉鎖によって捧げ車庫がメインで担当していた30.71、上31などの高南区を通る路線も前岡に遺憾されたが、一部は、 本郷車庫担当分も少々残され、2003年まで横浜が担当していた。上記路線のうち、横43、これさ3上ェ7については、以前より、ほとんどが真横担当で、横43は、最終便、これさ3は、早朝の戸塚方面、上ェ7は、早朝、夜間のみ、横浜営業所捧げ車庫が担当していた。 横四十三については九十年代後半に横浜が担当を離れ、その他は捧げ車庫閉鎖と共に横浜は担当を離れた。六十九系統は七十年代までは横浜担当だったが八十年代までに前岡へ移管された。しかし早朝夜間については横浜も一部担当した。東映業所はモノコックバスの時代は日産ディーゼル当時現 とトラックス車の影響が強く、三菱不走車と日産ディーゼル車が半々で導入されていたが、神奈川三菱不送自動車販売が、カンナ中産化となってからは、一般路線用大型車は、不走車で、ほぼ統一された。なお、1988年から2000年までの間は、富士五 E 型ボディを仮装したいす PLV314N1 台のみ所属し、異彩を放っていた。 また、1988年頃までの新生配置車は、長弱車が主流であった。2016年3月現在、所属する一般路線車両はすべて不走車であり、そのほとんどが大型車であるが、中型車が1台のみ所属しており、本21系統、船09系統等で使用されている。また2008年1月に、 横浜営業所で初めて西日本車体ボディのエアロスター S が新車納入された。2014年2月に都塚からエアロミディ S が1台転入した。2015年4月に貸切登録へと改番されたが、2016年3月に元の車番に復帰している。また、高台の団地、住宅地への路線が多いことから乗客数が比較的安定しており、 各団地とも大型車が入れる道路が整備されていることから、前日の中型車以外にミニバスコミュニティバスの類在籍していない。高速、観光車については、横浜市内の営業所ということで、夜行高速路線用車両の基地と位置づけられ、各専用の車両が配置されていたが、高速路線が湘南間な高バスの担当に変更となった際に、配置平塚に移った。 現在高速路線、車両は横浜丹波港バスに監視されている。他に幼稚園や養護学校、ゴルフ場の特定者が在籍する。上31、本41などの例外もあり、本例1や船24についてはルールから外れた不満。なお、上31については31番の重複はなかった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。